大将。ああ、銀次どうした。暇ですね。まあまあまあな、平日の昼間の寿司はこんなもんや。ああ、夜になったら忙しいなるから。全然来ないじゃないですか。心配さ、夜になったらいっぱい来るから、まあ、心配するな。本当ですか。ほんまや、暇だな。あ、大将、うん、ちょっと椅子もあることだし、うん、せっかくなんで、うん、椅子取りゲームでもしません。やめとけ。なんでなんですか。めちゃめちゃ強いから。大将なんかもうめちゃくちゃ強いで。追いぼれてるじゃないですか。いや、椅子取りゲームはな、経験なんや。いや、若さですよ。いや、経験や。力ないでしょ、だって。負けたことない、椅子取りゲームは。あ、おいらも負けたことないですよ。いや、負けるからやめとけ、お前はもう。いや、やりましょうよ。いやいや、やめとけ。あ、じゃあもし、うん、今から椅子取りゲームして、うん、おいら勝ったら、うん、この店、僕にくださいよ。うん、あ、いいんすか、うん、いいんすか。いやいや、負けるはずないから。それが自信あるから。じゃあやりましょう、やりましょう。やるか。やりましょう、やりましょう。あ、でもその代わり、はい、お前が負けたらお前給料ちょっと減らすで。はあ、だったらやめときます。なんやそれ、お前。こっち我が店かけてやったのに、お前。やる雰囲気やったやろ今。あ、そうですね。勝負や、勝負や、お前。わかりました、じゃあやりましょう、やりましょう。ああ、やりましょう。一発勝負やから。分かってますよ。ああ、おいら本気出してますからね。ああ、私もや。手抜くなよ。分かってますよ。よし、一発勝負や。分かってます、約束守ってもらいますからね。こっちをせるや。行くで銀次。行きますよ大将。せーの、チャーチャ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 チもう1回戦やろう。違いやす。なんや、椅子取りゲームに同点なんかありやせん。でも同点やったかな。今実力は一緒ぐらいから同点だったやろ。違いやす。何かがおかしいから同点になるんですよ。何かがおかしい。そうです、椅子取りゲームは絶対決着がつくもんなんですよ。何がおかしいんや。あ、あ、なんすか。お前おかしいがな、これ。何がすか。椅子の並べ方や。よう見てみ、こんなもおかしいやろ。並べ方。椅子取りゲームはお前もっとこんな感じやろ、お前。え、これや、これ。こんな距離感ありましたっけ。ああ、これや、これ。これで勝負や。わかりました。行くぞ、銀次。行きますよ、大将。せーの、チャッチャ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 。よっしゃ、せー。チャッチャ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 。絶対座りますよ、これ。チャッチャ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 。よっしゃー。あー、コントタクシー。いや、ふざけてる場合じゃないですよ。ね、何がコントタクシーですか。どうしたらいい。ふざけてる場合じゃないですよ。どうしたらええやん。店をかけて椅子取りゲームやってるんですよ。だから引き分けっちゅうこっちゃな。違いやす。実力が一緒ぐらいから。違いやす。何や。何かおかしいんですよ。何や、おかしいのは。あ、二人で今椅子取りゲームやってるんですよね。うん。で、椅子の数が2つ。これなんかおかしくないですか。椅子の数がおかしいんや。おい、そうですよね。二人で一人ゲームやって椅子2個おかしいやろ。何がおかしいですか。ああ、もう一個取ってくるわ。え、2、3。え、2と3。危ない危ない、単純ミスやったで。はい、椅子取りゲームはな、こうやってこういう丸い感じやったやろ。ああ、確かに。これや、これ椅子取りゲームは。確かに丸い感じでしたね。ああ、はい、よし、行こう源氏。分かったっす。いよいよやで。へい、行きますよ大将。行こう源氏。せーの、チャ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 。いらっしゃいませ。チャ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 。いらっしゃいませ。チャチャ。しゃー。よっしゃー。わしの勝ちや。よっしゃー。どうや銀次。どうや。わしの力を押してか銀次。あ。あ。同点か。違いやす。こんだけ実力一緒とは思わなかった。違いやす。何や。何がおかしいんですよ。何がおかしいねこれ。すごく簡単なことじゃないですか。あ、今二人で椅子取りゲームやってるんですよ。うん。椅子の数が3つ。うん。これ絶対おかしいじゃないですか。だって何が。え、絶対座れるじゃないですか。もう一個増やしたらいいんか。ああ、バカですか。ああ、バカですかってお前、大将に向かって。お前めちゃくちゃボケてるじゃないですか。大将大丈夫ですか。どうしたらいいんや。だから二人で椅子取りゲームやるときは椅子を取り合うわけだから、うん、椅子の数は1つなんですよ。ほんまや、ほんまや。そうでしょ大将。おいらたち久しぶりにやりすぎてもうバカなってましたよ。あ、ほんとや、これおかしいよこれ。だから今椅子2つ余分なんですよ。うん、あ、これでや。これですよ。お前最初がこれやったらよかったな。そうですね。うん、よし、約束覚えてますか。あ、こっちのセルや。
行くね銀次。行きますよ大将、うん、せーの。ちょっと待て、ちょっと待て。どうしたんすか。どう考えても不公平やろ。何がすか。お前が椅子2個持ってわしは手ぶら。確かに重い。わしも椅子2個持つ。大将これでイブイブや。大将、ああそういうこっちゃ。ありがとうございます。ああ行くぞ銀次。行きますよ大将。せーの。ちょっと待ってください。何や大将、右手にだけ椅子2つも持ってバランス悪そうですね。確かにこっちに倒れてしまいそうや。そうでしょう。うん。左手にも椅子2つ持ったらバランスちょうど良くなるじゃないですか。ほんまや。へい。ほんまや。へい。大将、でもこの店は絶対いただいてやる。よしこれでバッチリや。はい、よし行きますよ。行くぞ銀次。行きますよ大将。せーの。ちょっと待ってください。もう何やお前さっきから。おいらも椅子4つ持ちやす。え、同じ負荷で戦いたいっす。男らしいやつや。男らしいやつや銀次は。いつの間に負荷なんて言葉を覚えたやつは成長したもんや。お待たせしました。ああ行きますよ大将。行くぞ銀次。せーの。ちょっと待て、ちょっと待て銀次、ちょっと待て。もうやりましょうよ。いい加減。おい、よく見てみ。なんすか。お前バランス悪いやろそれ。確かに悪いっす。お前そっちの手にもう一個椅子持ったらバランスちょうどよくなるやろ。212。そうや、行け。なるほど。行け。ああし、いよいよ最終決戦。あんなやつに負けられるかやめ。おう、しした。そうやろ。はい。ほんでや。え？ほら。一緒じゃないっすか。一緒や。これ全く一緒の状態や。はい。これで正々堂々戦えるで。約束覚えてますか。ああ、こっちのセリフ言ってね。ちゃんと守ってもらいますからね。ああ。行くぞ銀次。行きますよ大将。せーの。チャ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 。よしやせー。どこ座るんすか。銀次椅子ないっすよ。銀次椅子ないっすよ。銀次大将椅子ないっすよ。銀次椅子どこや。椅子探せ。椅子めっちゃ持ってやす。銀次大将椅子めっちゃ持ってやす。銀次大将どうしたらいいよこれ。椅子めっちゃ